夜話よ、シュウセミだ。本日なんですけど、本日は Amazon でマスクパック部門1位の商品を皆さんの方にご紹介したいなと思います。それでは早速行ってみましょう。本日もご視聴ありがとうございます。本日なんですけど、本日は Amazon でマスクパック部門1位を取っている商品なんですけど、使用感と成分の方を皆さんの方にご紹介したいなと思います。で、早速なんですけど、商品が気になるかと思いますので、商品をご紹介したいと思います。こちらになります。ゾンビパックなんですけど、スキン104のゾンビパックですね。以前ね、ちょっと会社の方にお邪魔して、使用はしなかったんですけど、ずっと気になった商品だったので、いろいろ話す中で、こちらがね、Amazon でマスクパック部門1位を取っているので、ちょっと気になっていたんですけど、で、こういうパックっていうのと僕ってなかなかちょっと使わないんですよ。シートマスクは毎日するんですけど、パックっていうのは、お風呂を入ってる湯船に使ってる途中とかには使うんですけど、暖くなってくると入らなくなって、冬の時期になるとこういうパックっていうのは増えるんですけど、ちょっと使用してみたくなったんですよ。この1位を取ってるってなったら使用したくなるじゃないですか。その中で僕が感じた使用感と、成分の方を皆さんの方にご紹介したいなと思いますね。で、ゾンビパックなんですけど、このゾンビっぽくなるパックなので、ゾンビパックって言われるんですけど、主にこのね、卵のね、白身のところの成分を使ってるんですけど、それがちょっと顔にパリパリパリってなってゾンビっぽくなるっていうので、ゾンビパックって言われてるみたいです。で、成分のところなんですけど、先ほども言いました通り、白身の部分の成分なんですよね。肌の弾力とかシワとかね、毛穴の引き締めみたいなところに効くゾンビパックになります。で、こちらが値段の方が2800円で、30% オフとかついてて、その値段なんですけど、9点の目代わりとかだとまたさらに安く買えるかと思いますので、また次回は、6月ぐらいにね、9点の目代わりがあるかと思いますので、その機会にね、購入するのでもいいし、その前に買って、試してみるっていうのもありかなと思います。で、こちらなんですけど、8個入っててブラシ付きなんですよね。で、中身がどうなってるかと言いますと、こういう風にね、ブラシと、8個ね、入ってるんですけど、こちらがちょっと水っぽいやつで垂らして入れるんですけど、後ほどちょっと僕の使用動画と一緒にね、お見せできればと思いますので、で、こちらね、粉になって、この上にガーって入れて、ブラシで混ぜて顔に塗るってやつなんですけど、後ほど動画の方で僕が使用したので、そちらの方をお見せできればと思うんですけど、で、こちらなんですけど、冒頭の方でも言いました通り、スキン104の会社なんですけど、前回ちょっと動画でもご紹介させてもらったんですけど、会社の方にお邪魔して、いろいろね、お話を聞かせてもらったんですけど、本当に成分に対して徹底してるんですよ。で、マダガスカルから取ってるんですけど、マダガスカルって1年を通して温度の差が全然ないんですよ。で、そこのところで成分がいい状態で保てる。で、そこから成分を取るに対して歯を使ったもので取らない切らないってところですよね。で、その取る人たちにもちゃんとピッカーって言ってカードを渡して取らせてるんですよ。なので、成分に対して前の過程がすごくしっかりしてるっていうところで、成分っていうのが、どこの会社もどういうふうに取ってるか、どこから持ってきてるかっていうのが違うんですけど、そこの過程をちゃんと見せて流れがすごくいいっていうので、僕は成分を全部いろんな会社で見るんですけど、すごく成分に対してしっかりしてる会社になります。なので、成分表を見てみるといいっていうのがちょっと見られるところであります。で、こちらなんですけど、ゾンビパックなんですけど、白身の部分を使ってるんですよ。この粉もね、混ぜるとちょっと白身っぽい、パンケーキっていうか、パンケーキの作る粉みたいな感じで、ちょっと甘い香りがするんですけど、それを顔に塗るとこんな風になるんですけど、で、白身のね、部分ってアルブミンっていう成分を使ってるんですよね。そちらが毛穴のケアをしてくれる、たるんだ肌を引き締めてくれるって効果があるので、毛穴ケアと弾力ケアっていうのを特化したマスクパックになります。で、こちらなんですけど、ちょっと僕の使用動画をお見せしたいなと思いますね。こちらになります。で、ブラシと垂らす成分の液があります。で、こちらをね、粉の方に入れて混ぜるんですけど、で、こちらが粉になります。で、こちらの方に混ぜて肌の方に塗るって形なんですけど、混ぜてるとちょっと肌に塗りやすい状態、固体っぽくなって、そんな固体にはなるんですけど、ちょっと白身っぽい感じの固体になってって肌に塗れるって形なんですけど、香りもちょっと卵っぽい香りがするっていうか、パンケーキみたいな香りがするので、甘い香りがする感じになりますよね。で、こちらの方で10分から15分置きます。で、置きましたらこんな感じでゾンビパックで、ちょっとゾンビっぽい感じになるんですよね。すごく
これでシワになるんじゃないかなってちょっと思うぐらいパリパリになるんですけど、出来上がりが本当にこんな感じになります。はい、いかがでしょうか。まあ、ついでになんですけど、続き僕がすることはこちらになります。シートマスクなんですけど、シートマスクをします。はい、僕はマスクパックの後にシートマスクも必ずするので、まあ、ちょっと乾燥っぽくなっちゃうかもしれないので、ちょっとシートマスクの方はした方がいいかなと思います。でこちらなんですけど、卵が8個分の成分が入ってるんですよ。なので毛穴の引き締め効果にもいいって言われてるんですけど、卵の白身の部分になるので、ちょっと僕が感じたことなんですけど、肌はギュッと本当に引き締まるので、使用後はすごく良かったんですけど、ちょっと僕は肌がちょっと痒くなったんですよ。まあ、僕肌がすごく弱いっていうところもあるので、まあ、肌の弾力とか引き締めっていう効果はすごく感じられたんですけど、これ基本的に10分から15分置くんですけど、僕8分ぐらいでちょっと痒くなっちゃって落としちゃったんですけど、引き締めとかっていうのは非常に感じられましたね。なのでちょっと気になる方は気になるかと思いますので、もし肌が弱い方はもしかしたらちょっと痒くなっちゃう方もいらっしゃるかと思いますので、そこら辺はちょっと注意してね、購入した方がいいかなと思いますね。で効果的にはどちらかというか肌の弾力っていうより肌の引き締め効果の方がすごく感じられたので、まあ続けていけば弾力とかすごく感じられるかなと思ったんですけど、こういうパックっていうのはまあどういうパックもそうなんですけど、肌の引き締めっていうのはまあ1回で大体見られるものが多いので、まあ引き締めっていう部分ではすごく感じられた部分になりますね。ちょうど昨日の夜したんですけど、まあ翌朝はこんな感じで、まあ、引き締めも非常に毛穴をされてるっていうところで、まあ、引き締め効果っていうのも最近ちょっと毛穴ケア的な部分をちょっとね重要視していろんな商品を購入したりして使用してるんですけど、ブラケードとかね、まあ、あとは全体的なね毛穴のケアなんですけど、そちらの方を気にしてね、まあ、毛穴のケアっていうのってやっぱり吹き出物だったりとかトラブルの方につながってくるので、毛穴ケアっていうのはしっかりした方がいいかなと思いますね。ブラケードとかもね、ここら辺とかね鼻とかでも黒くなっちゃうのでですけど、まあそういう毛穴ケアっていうのはまあ僕はね、そんなにしてるタイプじゃないんですけど、月2回かなはしてる感じなんですけど、2週に1回ですね、そんぐらいしてるような感じなんですけど、でこちらなんですけど、 Amazon のマスクパック部門1位を取ってる商品を使ってみた僕の感想と成分の方になります。はい、毛穴弾力を気にされている方はすごくおすすめな商品になっております。こちらですね、ぜひ参考にしていただければすごく嬉しいです。はい。